チャンネルクララをご覧の皆様、こんばんは。渡瀬裕也のメディア切り捨てごめんの時間がやってまいりました。はい、渡瀬先生、はい、よろしくお願いします。早いものでございまして、はい、あと一月ぐらいですと、はい、11月23日土曜日、勤労感謝の日でございますが、はい、まあ元本来は2段目祭というか、はい、はい、そうですね、はい、まあ、今年は大丈夫祭、違う日ですけど、はい、の日に、京都法師屋の定例集会である水曜会、うん、これ仕切ってるグローバルオーケストさんが、はい、来日されてシンポジウムをやると、うん、はい、でそれを、なんと我らが渡瀬先生が仕切るという、はい、そういうイベントがありますので、はい、その事前 の、はい、予習番組ということで、この一月間こう、まあ、じっくり読んでいただいて、はい、その保守派の人たちの、はい、まあ、どういうことやって、特にその全米税制改革協議会 の、 その水曜会という、はい、グループがあるんですけど、これについて、ね、まず今日はちょっと簡単にご説明いただきたいなという、この、はい、アメリカの保守派の話っていうのは日本国内だとほとんど紹介されないんですね、うん、で何やってるかっていうのもよく分かんなくって、メディア側の紹介するときっていうのはね、マスクかぶった三角の頭巾の人たちが保守派ですみたいな話のやつだったりとか、あとなんか強烈なね、デモやって、うんうんうん、マッチョのおっさんたちがうわみたいな、そういうのが保守派だってみんな思ってると思うんですけど、なんかメディアがあるとにかく日本のメディアってのは保守派、はい、保守派っていうのは極っていう、あ、そうそうそう、紹介ですからね、普通にその活動の内容、ね、で特にその中核を成しているこの水曜会っていうのを、まあ、ちょっと紹介することによって実際どんな活動が行われているのかっていうのを、はい、まあ、知ってほしいなということで、まずこの話はしたいなと。で今度この、水曜会を仕切っているグロワノーキスさんが来日するんで、その話の理解っていうのにもいいかなと思ってるんですけどじゃあこの水曜会って何ですかって話なんですけどね、はい、映画で、ね、この間はねバイスっていう映画があったんですよ、あ、はいはいはい、チェイニーです、ね、あ、そうです、はい、その中で、共和党を実質的に支配している恐ろしい集会が水曜会っていうのがあるんだみたいなので、まあ番組じゃないや映画が作られてたんですけども、その水曜会っていうのは保守派の人たちが毎週1回集まってやるミーティングのことなんですねで、そこで、まあ、いろんなことが決まって、まあ、実行されていったり、まあ、情報が共有されていったりということなんですけども、実際どんなところでやってるのかっていう話なんですよ、はい、で、この水曜会っていうのはワシントン DC の、中心にメトロセンターって駅があるんですけども、はい、そこから歩いて2分のところにあって、で全米税制改革協議会アメリカ法タクスリフォームっていうのが、まあ、主催をしている、はい、まあ懇親会みたいなものなんですね、うんうんうん、で、うん、オフィスの6階に大会議室があるんですよ。でそこに行くと大体200人ぐらいかな、200人ぐらいが入れる、部屋があって、はい、真ん中にでっかい机があって議長がど真ん中に座って、でその机の周りにその日喋る人たちのプレゼンターがこう並んでて、で周りにオーディエンスがいるっていう感じで、1人1分とか2分とかっていうのを割り当てられて、どん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 発言をしていって、で質問が飛び交うみたいなのがこの水曜会っていうやつなんですね。あれですね、じゃあ、はい、物理的に例えば日本なんかの勉強会っていうと、はい、前に講師がいて教室スタイルだったり、はい、あるいはまあそれからですけど、どっちかというとコロシアム系の、そうですね、真ん中にいて周りがこうそうなんですよ、すり鉢になってて、議長のグローバルノーキストさんがもう割り当てていくんですね。事前に実は決まってるんですよ、誰が何分喋ると全部決まってて、はい、ね、あなたはこの次に喋るから何分ねみたいな感じでマイク渡されて、で私はこんなことやっております、今こんな問題があるんですっていうようなのを言うと、ノーキスさんが、あ、じゃあそれどんなのなのみたいなちょっと突っ込んだりとか、であと、まあ、質問がある人みたいなこと言うと、うん、その会場から質問があったりとかっていうようなっていうプレゼン大会なんですよね。プレゼン大会が行われていて、でそこで保守派にとって重要な政策決定とか、まあその政策決定に与えるプロセスの、はい、まあ共有みたいなのがあって、大体毎回ね 20〜30個ぐらいの議題が討議されるっていうことなんですね。だから僕は結構あれなんですね、はい、だから割とその、はい、タイトですよ、タイトですね、タイト。だからそのノーキストさんが、まあ大体ネクストネクストみたいな感じでこうやってやっていくんですけど、時間オーバーすると怒られますから、偉い人もみんな怒られちゃうんですよ、時間オーバーすると。逆にあれですよね、はい、そうするとこの、はい、水曜会っていうのはもう本当、はい、ノーキストさん の、 その、まあ、彼 の、 その手腕でこう切り盛りされてるっていうか、まあ、あ、そうですね、彼が完全にノーキストさんから別の人に変わっちゃうとまただいぶテスト変わってきちゃいますよね、はい、そうですね、変わってきちゃいますね。だからやっぱり一代で作ったものなんですよ。一代なんですか。一代で歴代でやってて、はい、彼が今の議長ってことじゃなくて、この人がレーガン、大統領にまあ、このアメリカ法タクスリフォームという団体、全米政策協議会っていうのを作れって言われて作った人なんですね、はい、で何やってる団体かっていうと、全ての増税に反対するっていう署名をひたすら議員さんたちが取るっていう仕事をしてるんですよ。で署名取るだけって日本だとピンとこないじゃないですか。でもアメリカの場合だとその署名をすると
あの保守派の人たちが予備選挙とか本選の選挙に手伝ってくれるマークになるんですね、なるほど、あこの人は応援して大丈夫なんだなって、増税に反対してる人なんだなっていう話で、逆に増税に反対、あいやいやごめんなさい、増税に賛成している候補者たちっていうのはそれにサインできないわけですよ、はい、だから例えばこの、水曜会の中で、話されているのはなんとかっていう選挙区で今度選挙があるんだけどさって、あそこであの署名してるのこいつなんだけど、こいつ署名してねえからこいつ落としちまいみたいなね、そう、そういうような話っていうのが、まあ何ですかね、名前と今の世論調査の状況とかがパッとなんか表示されたりとかして、それで議論してたりするっていうのが、まあやってることなんですね。なので、このノーキスさんの団体自体はまあその中心になっている団体なんですけれども、はい、そこに、大体さっきお話したとおり200人ぐらい の, あの各シンクタンクとかいろんな団体の代表みたいなのが来てて、はい、でみんなで情報共有して、あのあこいつ増税派なんだとか、こいつあの減税派なんだみたいなのを共有するっていう会が毎週1回開かれてるっていうイメージですね。まあ、逆にあれですよね、はい、そこであの増税派、はい、減税派のふりをしてても行動を見せたら実はこいつ違うじゃんみたいなことが、まあ、あの化けの皮が剥がれてきちゃうようなことも、はい、こいつあの証明してたのに増税にあの、OK って言ってるぞって、日本にもそういう気にたくさんいるじゃないですかね、まあはい、私減税、税金上げない方がいいと思ってるんですけど、でも党議拘束あるんで投票しますみたいなね、増税派こういう人たちはあの次の選挙の時にしこったまあの予備選とかで戦えてまず落ちるんですよ。だそういうようなあの仕組みっていうのがあります。ただこれはですね、あの保守派の人たちってメディアがすごく大嫌いなんですね。メディアってリベラルなので、例えばこの水曜会も、そのバイスって映画の中でね、おどろおどろしく紹介されてたりとか、あとあのさっき、保守派っていろんなメディアでの、ね、あの偏見があるような報道されるっていうのは、例えばこの水曜会もあの完全招待制なんですね、中が。完全招待制でメディアは一切入っちゃダメ。で中で話してる内容も、まあ、今僕が喋ったぐらいの内容だったらいいと思うんですけども、絶対他言無用だというような話になってるんです。でただまあ一応、招待制なので、あの来る一回あの、インビテーション出た人は、はい、まあ、入れるんですよ、行きたいって言えば、っていうことで、例えば僕もあの日本人なんですけど入れてもらってるんですけども、うん、そういう、まあ、なんていうんですかね、毎回必ず決まったメンバーが来るんじゃなくって、行ける人が行って情報共有するっていうような感じ、うん、でプレゼンが終わると その、まあ、そこの場でも質疑応答あるんですけど、終わった後その全部の会がもう2、30個の議題なんで、大体あの1時間半ぐらいで終わっちゃうんですけども、うん、それが終わった後に話しかけてくるんですよ。そのお前さっきのプレゼン良かったねみたいな、俺とちょっとなんかあの一緒にやろうよみたいな話とかで、例えば僕もなんかプレゼンしたんですけど、そしたらその時終わった後に昼飯一緒に食いに行こうぜみたいな人が話しかけてくるっていう、まあ そんなような場でも、あるんですね。だから結構ね、あのガチックローズドなんだけどオープンみたいなようなのが、まあ同時に行われているということですね。例えばまあ東京でもこういう会があったとするじゃないですか。そしたらいろんな保守の人たちがまあいろんな理念みたいなのを話しながら、まあ共有していろんなアクションが起こしていけるという。ただこのね、会には一個決まりがあって、はい、あの勉強会じゃないってことになってですね、そのやることないやつは来るなという話やってるんですよ。自分でアクションを起こす気ない人たちは来ないでくださいという話になっていて、だからプレゼンをして自己紹介してで、それに対してアクションが何も出なかったらそうじゃないですか、はいはい、その自分が話したことに誰も何も協力してくれないっていうと自然淘汰されるっていうっていう、あの政策の意思決定自体も市場原理に基づいて行われてるんですね。その要はあのノーキトさんがこれを絶対やれってことはないんですよ。お前はプレゼンしてもいいけど、あの受けなかったらお前終わりだからっていうスタンスっていうのが、まあ基本だったりするんですね、はい。でまあ、そういうことっていうのを、まあ、毎週毎週やっていくと、まあ、どん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 いろんなアクションが出てくるっていう。だから僕は見た時とかね、あれなんですよ、今度この人たちがあの何々賞のスタッフになるんで、この人たちうまく使ってくださいとか、そんなふうなあの、まあ、紹介とかもあったりするんですね。で、まあ、結局意見交換みたいなのをして、まあ、保守派の人たちが集まって、で他にも当然シンクタンクとかいろんなのあるんですけども、はい、その人たちがどう動いていくのかっていうののタイムリーな週1回の情報共有の場としてこれが機能してるっていうやつなんですね。だから日本にもあるといいなと。それに、ワシントン DC、 これワシントン DC で、はい、あのやってるんですけど、実は最近あの他の州にも結構広がってきてて、他の州にもあるんですよ、その州都とかに。だからそういう意味でいくと地方でもこういうのをどん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 やって、みんなであの、このアメリカの保守派システムっていうのを導入したら結構面白いんじゃないかなって思ってる。 いいですよね、はい、だから例えばあの、うん、日本でもそのある程度なんだろうな、招待制、必ずしも招待制っていうと、うん、今度日本の場合、うん、あの人脈で動いちゃうところが強いんで、うんうん、むしろそうじゃなくて一定 の、 この、まあ、うん、あの論文なり、うん、あのこうプレゼン
然やって、その認めた人間を、うん、その推薦した人間を、うん、その能力的なところで切って、ある程度自由にその話をしてもらってっていうネットワークみたいなのがあって、だからなんだろうな、うん、あの本当こういうのあるといいですよね。それでそこであの行ける人が行って、うん、で多分知らない人同士が、うん、実はひょんなところでね結びついていい、あ、そうです、そうです、いろんなこうケミストリーがこう生まれてきて、ね、生まれてきますからね、できるんじゃないかなっていう、そうこれいいですよね。でじゃあ翻って日本はどうですかって話なんですけど、うん、日本のまあ政策っていうと、まあ、自民党の一番部会システムが有名なのかなと思っていて、まあ、あの保守派がこう集まってやるような話っていうのはあまりないじゃないですか、はい、で部会に自民党の議員さんが行くと、あの議員さんの席と官僚の席と、あとあの俗議員の先生方が前の方にいてっていうあの仕組みだと思うんですけど、で、まあ、議員官僚が説明して議員がツッコミを入れて、でそこにあの支持団体の人とかいるときは支持団体向けのアピールしてたりとか、うんうんうん、あとはまああの、秘書席みたいなのがあるんですけど、秘書席の人たちはずっとね、誰々先生が何って言ったっていうのを全部メモって、でそれをあの出席できない自分のボスに報告するみたいな話をあのして、たりするんですけども、これ結局役所法の人たちが議員に教育をするって話になってるんで、さっきの保守派の話とは全然逆なんですよね、うん、そうですよね。だから、うん、まあ、もちろん役所がね、あの情報をその提供して勉強会であってもいいんだけれども、はい、うん、それとは別のチャンネルもないとどうしても偏ってきちゃいますからね。そうです、そうです。だからそういう他のあの情報が入る仕組みっていうのをシステム化しないとダメだなっていうふうに思っていて、うん、特に今あの自民党、まあこれもう野党は論外だからもう自民党だけの話しちゃうんですけど、その自民党って官邸の方が力が強くて、あの、うん、党の力が落ちてきてってよく言われてるじゃないですか、はい、で、まあ、それの状態だと政党の力っていうのはますます弱くなっちゃうと思うんですよね、これから、うん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 、でその状況を変えていくっていうのはやっぱり党としてでもいいかもしれないし、もしくは党の外にあのちゃんとしたグループがあって、でその人たちが、政治家に対して、もしくは政治に対してどん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 インプットできるような、まあ、こういうあの水溶会みたいな仕組みってどん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 できていくっていうのが、おそらく日本の政治を変えていくのに大事なことなんだろうなっていうのが、まあ、思いますよね。ということで今日水溶会を紹介したと。いやだから、はい、あれですよね、その今 の, その、まあ、あくまでのイメージですけれども、はい、むしろその党の中に作っちゃうと、多分例えば推薦制というのが、あのこう人間関係のコネクションであったり、例えばその主義主張が全く別に選挙区事情とかで来ちゃうんで、うんうん、そういう意味だとやっぱり本当党の外に有志で作って、で、ね、はい、でそれでそのまあ保守系 の, そのシンクタンクですと、うん、はい、で参加資格はこれがこうですと、もうあらかじめ言っておいて、例えばこうある程度そのきちんとした雑誌に何本論文書きましたとか、うん、本が何冊ありましたとか、うん、それをうちら の, そのこちら の, その審査委員会で OK 出したものをある人はその来てくださいと、うん、でプレゼンはペーパー出してやってくださいみたいな形でやる方が、多分党の外に置いちゃった方が日本の場合はこれ機能しそうな気がしますね。結局あとは何かやりたいことがある人ですよね。そう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 、まあ、来るっていう仕組みですよね。だから偉い先生の話を聞くって話じゃないんですよね、うん、自分がやりたいことをやるっていう、はい、ちなみに僕はねこの会に行った時に、今でも一個思い出ですごく面白いのがあって、はい、日本人ですっていう話したんですよ、はい、でやっぱりね税金とか少ない方がいいと思うんで、一緒になんかやっていきましょうよみたいな話をしたら、終わった後にトコトコって向こうから来て話しかけられた人、はい、これ前もしかしたら話したかもしれないですけど、テキサスの人だったんですよ、はい、テキサスでお前日本人かっていう話で、うん、うちはねってそんなね鉄道とかの大型公共事業みたいないらねえものはいらねえんだよみたいなので、なぜか僕はその後30分間ぐらい積もってその人に説教されるっていうことが、思い出が今でも残ってますけど、そんなことがたまに発生したりするっていう、うん、はい、まあ、最初はね僕が初めて行った時はあれだったんですよ、もう10年以上前で、10年ぐらい前かな、10年ぐらい前だったので、ですね、当時はまだゴリゴリの保守派の人っていうのはたまたま混じってて、その時に、はい、本当に、イメージ通りの人です、皆さんの、混ざってて、で、カウボーイハット着てる、かぶってる人だったんですけど、なんでここにジャップがいるんだみたいな話になってそのいや本当にそう言ってたから、でもこの日足で中まあまあでもそういうノリですよ。でそしたらノーキスさんがいいんだ俺が招待したんだからって言って切れて終わったっていう、その話っていう、まあ、そんなこともありましたね。いろいろ思い出深い回なんですけど、これは僕が保守派の人たちと仲良くしていくきっかけになった回なもんですから、はい、だからおそらくその、まあまあ、映画のバイスでねこう描かれた書き方だと、はい、多分おそらく日本のメディアで一部のメディアが言ってるような日本会議のイメージってなんかパラレルに語ってるような、うん、
雰囲気が、ね、結構全然オープンですよ。いや、海外主任者は基本怒られちゃうんで、もうこれ。いやだから全然、はい、全然違うじゃないですか。はい、だから実際そのアメリカの保守派の団体っていうので、はい、でなんかどうしても日本っていうとその特にリベラル側の人たちはね、保守イコール排外主義みたいな形で、うん、いわゆる極右的なイメージで語られがちですけども、うん、決してそういう人たちばっかりじゃないわけだし、ね、はい、むしろ保守系の側がきちんとその政策提案をすると、うんうん、で役所の議論は役所の議論でもちろんそれはいいところは、うん、いっぱいあるんだけれども、うん、でもそれ以外の選択肢は当然あるよねっていうことを提案する会としてこういうものがあるんだということなんかの、そのまあそれまずはね、その最終的にはそういうその日本でも水曜会みたいなのができればいいんですが、まずその前にそういうものがあるんだっていうことをね、多くの人に知っていただかないとイメージがわからないですからね。しかもね、これね、スタートした時の話聞いたら最初4人だったらしいんですよ。だから実国スタートしてだんだん大きくなっていったっていう意味では、日本でもまあやってやれたかないかなっていうところですね。はい、まあ、どうしてもね、水曜会とかっていうとなんか昔の自民党の派閥でね、まあそうですよね、派閥に勉強会やったり、はい、もっと言うとなんか歴史的財界の会みたいな、そうそうそう、あとね、社会主義者の会でもあったんです。あ、そうなんですか。そう、で、はい、まあ、日本共産党 そのいくつかの源流があるんですが、はい、源流の一つが水曜会ってあって、はい、特に面白い、そういう意味では驚々しい会でもあったんですね、はいはい、なるほど。で、まあ、この、水曜会を仕切ってる納吉さん、この人にはですね、まあ、トランプ大統領とかみんな頭上がらないんですよ、実は共和党の大物なので、うん、でその人が11月23日に日本に来日して、インドホールっていうところから朝10時からスタートするイベントなんですけど、はい、イノベーションサミット2019っていうのをやって、はい、まあ、そこで、アメリカの保守派の話とか国会議員さん、日本の国会議員とですね、はい、のディスカッションとかをして、まあ、みんなに分かりやすく解説してくれるので、どんな考え方してるかとかっていうのを、興味がある人はぜひ来てくださいと。先生もプレゼンされるんですか？少しだけ、はい、ちゃんとこう一般だったら話が、はい、それ怒られちゃいます逆に。いや、ノーキスさんがいつもやってるのそうそう、ノーキスさんがいつもやってることを、で、はい、それでなんか、まあ、いや、ね、日本のその要領を得ないね、はい、国会議員がなんかしたらピッ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 って、はい、まあ、見てみたいですね。モデレーターとして頑張ります、はいはい、というわけで、はい、11月の23日は皆様イーノホールの方に、はい、お申し込みその他、はい、データが出ると思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。先生どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。